皆さんこんにちは、リットです。今回ですね、毎週やらせていただきます、週刊漫画売ランキングトップ30やっていきたいと思います。というわけで、今回5月の第4週目、5月の22日から、28日前の、週刊トップ30という、これ、いつもの30から10枚の紹介していきたいと思います。というとこなんですけどね。まあ、サムネにもあるかなと思うんですけど、ちょっと推しの子が、やーべえ子だったっす。いや、この前もね、アニメイツとかも行ったんですけど、平積みでバーンと降り立って、で、多分在庫が復活したみたいでね、かなり冊数もあってですね、まだまだもうこれはもう需要がある限り売れまくるぞというところで、一回ね、この週刊漫画売り上げでも、先々週ぐらいやったかな、もう在庫切れで、ランクから消えるっていうのがあったんですけど、前回から復活した感じで、今回ね、やべえっす、マジで。はい、まあ、ちょっと推しの子もかなり入ってますんでね、まあそちらもお楽しみいただきたいと思います。1位はね、まあ、予想外というか、まあ別に、見てる人からしたら、まあそう、やっぱそうかっていう感じ、やっぱそうかっていうかね、僕は結構意外というかめっちゃ売れてんなと思ったね、作品が第1位でしたし、結構やっぱね、ラノベのコミカルズも入ってきてるというかね、まあ全然結構バラエティ豊かな感じでもあるんでね、まあその辺またお楽しみいただけたらと思いますし、今回の人たち感想とかね、まあ、ご意見なんかあったらまたコメントいただけますと嬉しいです。はい。では次は30秒の紹介していきます。ではまず第30です。30位。令和のダダさん2巻という、これ、ね、こちら書道18,128部という、角川さんが出てるんですね。これ30位となってます。はい。では次29位です。29位。フラジャイル25巻という、これ、ね、こちら、書道19,027部、第29位となってます。これなんかこの辺初めて聞くね。はい。では次28位です。28位。メダリスト8巻という、これ、ね、こちら書道19,535部ということで、メダリストってさ、なんかもっと売れてると思ったんですけど、正直。いや、僕はこの前アニメイト行った時も、結構隅の方に置いてあって、と思ってさ、いや、なんかめっちゃ抑えてるイメージが僕の中ではあるんだけど、意外とそうでもないんかな。結構オタク率僕高いって思ってたんだけどね、もともとだってメダリストって視聴者さんからお勧めいただいて僕読み始めた作品で、やっぱ原作人気も非常に高いし、漫画賞とかも一回なんか1位から取ったっすよね、メダリストって。アニメ、まあちょっとね、演技差なんで正直不安でっていう動画サブチャンで撮ってね、結構反響があったんですけど。まあ、28。まあ、思いのほか売れてないなって感じもするし、なんかそもそもに笑いになるのかっていう感じが僕はしてますけど、どうなんですかね。まあ、楽しみにはもちろんしてます。はい。では、27位です。27位。スパイファミリー11巻という、このこちら19,971部売れました。累計で1,197,225倍からずめちゃくちゃ売れてます。では、26位です。26位。うるわしの酔いの月6巻という、こうね、こちら26,340部売れまして、累計で123,098部という、こちらもさすがの売り上げとなってます。はい。では、25位です。25位。推しの子さつきました。10巻という、これ21,598部入れまして、累計で285,374部というところですね。前回の推しの子10巻の売り上げが、前回が25、あ、同じかだから10人もね。若干落ちてね、1500ぐらい、前回2万3000ぐらい、若干落ちてやりますけどもね、相変わらずめちゃくちゃ売れているというところで、推しの子10巻、累計28万5374部になってます。はい。では24位です、24位。推しの子9巻という子はね、こちら2万1705部という子で、累計で30万部超えてきます。30万8506部という子で、第24位でございます。はい。では23位です、23位。悪役令嬢の中の人、断罪された転生者のため、嘘つきヒロインに復讐いたしますというところで3巻ですね。書道21,980部、一人者から出るんだ、これね。ラノベのコミカルズっぽいですけど、23位になってます。では、22位です、22位。推しの子来ました、8巻という、これ、22,027部売れまして、累計で34,1723部、22位になってます。はい。では、21位です、21位。推しの子11巻という、これ、ね、推しの子の、これ最新巻ですね。22,519部売れまして、累計で264,732部ということになってます。前回推しの子、あ、ちょっとなんかやばい、やらかした。あ、いいか。前回26,010部。これもね、最新巻も若干売れ落ちてるけどね、毎回2万部台をね、キープしてるというところでね、21位入ってます。はい。では続いて、ここからトップ10にやっていきます。第20位です、20位。推しの子7巻という推しの子続きます。22,525部売れまして、累計で374,511部、第20位となってます。では、19位です。19位。リコリスリコール2巻という、このリコリスリコール、なんかコミカライズってコミック出てるんですね、これ。24,211部、初動売れてます。やっぱ非常に売れてますね。はい。では、18位です。18位。
超人 X6 巻という、ね、東京グルの作者さんの新連載ですけども、こちら初動じゃないこれ25,149部で山下隆起で45,484部第18位となってます。でやって17位です。ゴブリンスレイヤーガイデンイヤー1というこれ、ね、10巻、こちらが25,985部、これ初動入れてます。はい。でやって16位。推しの子6巻というこうね、こちら27,013部入れまして、累計で406,155部というこうね、この推しの子6巻から一気にバンってね、あの売り上げが上がってきてるような感じなんですけれども、これがね、前回27,016部だから3部売れてね、なんだこの僅差は、同じぐらい売れてます。はい。では続いて、15位。東京リベンジャーズバジケイスケからの手紙3巻というこれ28,605部売れまして、累計で91,961部というのが非常に売れてます。はい。では続いて第14位です。14位、推しの子3巻というこうね、こちら29,055部売れまして、累計で494,038部というこうね、もうこれもね、早くも来週50万部いくぞというか3巻もね、感じになってきてまして、これは前回売れてるかな。推しの子3巻っていうとね、まあ、今のアニメの範囲、かな、まあ、っていうところになってきますけれども、前回はね 28,262 分で、ね、このねアニメ化の範囲はついにね、前回超えてきたというところね、感じになってます。まあ、やっぱ6話7話がもうめちゃくちゃ神回でしたんで、まあそこに合わせてね、多分売り上げがバンってこう伸びてるのかなと思いますし、まだまだこれ伸びる余地相当あるなというか、もうアニメイトも入った瞬間に推しの子って感じだったんで、うん、デビューでもね、まあ、やっぱこうめちゃくちゃやっぱ今流行ってる作品だなって、まあ、改めて思いますし、まあ、それにたがわぬ本当実力ものすごい作品だなというふうに思ってます。はい。では13位。推しの子続きます。5巻ですね、こちら、29,129部入れまして、累計で445,772部というところでね、5巻の方が3回売れているという状況なんですけど、5巻についてはね、前回29,150は若干売れてないね、まあ、前回同じぐらい推移してるというところです。では12位。推しの子続きます。2巻ですね、こちら29,925部売れまして、第12位ということで、累計で537,542部、前回でね50万部超えてきたんですけど、2巻も累計50万部超えて、まあ、3巻もね次回累計売り50万部間違いなく超えるかなというところでね、12位となってます。はい。では11位。推しの子4巻という子ね、こちらついに3万部超えてきました。36,400売れました。累計で484,769部という子はね、今推しの子次から入ってくるのが4巻の範囲かな、うん、っていうところになってくるんですけれども、この4巻が非常に売れてますね。前回が13位で、3万、前回も売れてるのは31,019部というところね、若干落ちてはいますけどもね、36,400部ということで、同じぐらい推移しているというところでございます。はい。ではこのトップ10いきます。第10位。ダイヤのエースアクト234巻というこうね、32,500売れました。累計で109,043部、ダイヤのエースね、これ最終巻も、10万部累計早くも超えていきました。はい。で第9位。見える子ちゃん9巻という子ね、こちら、33,010部初動入れております。見える子ちゃんもね、僕も今レンタルコミックで追いついてるようなところでね、まあ、結構さあったかな、意外とね、そうどうやって追おうかなって感じなんですけど、ね、まあ、とりあえずちょっとアニメに来るかわかんないんで、ちょっとこれはまあ何かしらで読んで追っていきたいなって感じです。第9位となってます。では第8位。推しの子1巻来ましたというね、推しの子これにて、全巻、2週連続トップ10入れます。あ、トップ10ね、トップ30でございます。おめでとうございます。いやー、強いね。推しの子ガチで強いというところで、1巻とかですね、34,600部入れまして、累計で591,437部というところですね。1巻はね、前回12位だったんですけど、今回ついにトップ10入ってきたということで、前回33,000部だったんですけど、34,000部というところで、1巻がまだこんだけ売れてるっていうことは、まだ2巻以降の増える可能性が12分にあるというね、間違いないところなんですけど、8位というところにね、今回8位というところになってます。で、推しの子のね、話をね、僕も結構いろんな友達とかに聞いてたんですけど、やっぱいろんな人見てるんでね、推しの子見てるかって言ってね、聞いてみたんですけど、やっぱ1話90分っていうのはね、やっぱ英断って言われるんで、やっぱ意外とハードルが高かったりもするっていう。難しいなと思ってるんですけど、まあ確かにそれは元から持ってたことがあったんだけどね。だから絶対見ろって言ってきましたけど。やべ、半分くらい見て止まってるみたいな。絶対見ろみたいな。絶対泣くぞって言っておいたんですけど。見てんのかな、あいつはね。はい。まあな感じで。まあやっぱ意外とね、90分やっぱほんと見たら絶対おもろいなっていう感じなんでね。うん。
絶対見てくれって感じなんですけど、今推しの子さ、もしさ、なんかね、最近めっちゃ流行ってるけどそんな思われるかって思ってる漫画普段読んでる人とかさ、アニメね、あの推しの子は見てない人とかいると思うんですけど、とりあえず1話90分見たらもう見るわ、もうあとは全部うん、でまあそこがね、やっぱ90分にした意味しかないやっぱ1話だし、原作1巻分なんで、アニメで90分みんなきついよって人は原作1巻で読むっていうのもありだと思う。まあ漫画だったら30分で読めると思うんでね、うん、っていうのもありかなと思いますけどね。第8位というところで、まあこれまだまだ部数伸びそうですけどね、最終回に向けてどれだけ盛り上がっていくのかも楽しみですね。はい、では第7位です。第7位、転生したらスライムだったっけ23巻というか、テンスラの、コミカルですね。こちら 37,269 部入れました。累計で 378,969 部、第7位となってます。はい、では第6位です。第6位、コーヒー&バニラ22巻というこれ、ね、こちらちょうど 38,608 部、第6位というところでね、さすがの人気でございます。では第5位です。第5位、ゴブリンスレイヤー14巻というね、外伝も入ってましたけどね、こちらのコミカライズも、初動 39,667 部で、ゴブスレは2期やるんだったっけ確かね。おなんか意外と全然上出てきてない気がするけど、第5位で非常に売れてますね、これもね。はい。では第4位です。第4位、影の実力者になりたくて11巻という、開率、初動 40,053 部というところで、第4位というところなんですけどね。早すぎないアニメ2期やるスピード爆速すぎないですかもう10月からやるというね、これね。もうなんか、ちょっと前見たばっかだなとか思いながらね、もうやってくれるのかっていうところで、まあ、クオリティがね、これで崩れるとやっぱ思えないんで、でもさ、アニメ1期で2クールやった後2期がこんな早く来るって異例のパターンだと思うんですけどね。他の作品も見習ってくれ。まあこれで2期の、2期が作画方がしたらもう笑うしかないんだけどさ。っていうところで。そうだ、これサブチャンでこれ出そうと思ったんだ、思い出した。ちょっとこれサブチャンでまた出すわ、この。解決2期早すぎやろって言ってこれあれでもなんでだろうな、なんかさネタでストックしたような気がして、あ、してないな、あ、ちょっとまたサブチャンの話は最近取れてないんでね。はい、解決爆速でね、もっと2期やるんで楽しみなんですけど、11巻がですね、コミカライズ、第4位で非常にやっぱね売れてますね。はい、こんだけ売れてるからこそできるっていうところもあるんでしょう。はい、ではこれトップされてます。第1位です。第3位、暁のような41巻というこれ、ね、44,958 部の目指し、累計で 93,611 部、前回第3位、今回も第3位。ん？前回第3位じゃねえか、ちょっと待って。前回第3位、嘘やろ、ちょっと待って。前回6位か。だから3なんか上がったね。第3位となっています。はい。では、第2位です。第2位。ブルーロック24巻というこれ、前回1位でした、今回2位というところでね、78,506 部でもそれ受けて 28,079 部ということで、ブルーロックもさすがに非常に売れているというところなんですけどね、今回第2位というこれ、アニメ2期も、ね、映画もありますんでね、非常に楽しみでございます。よく考えたらさ、スパイファミリーと一緒じゃない状況が2期と映画あるっていうもうスパイファミリーだこれはちげえか。はい、ではいよいよね1位、今回唯一の、ね、10万部超えてなってます。第1位ございます。第1位、昨日何食べた21巻11,364部初動売れまして第1位でございます。おめでとうございます。いやこれね、アニメはやってないよね、ドラマとかさ映画がやってた作品ですよね。2019年ドラマとかそもそもやってたんだ。で映画も2021年11月とか、シーズン2が2023年10月からやるんだ。というめっちゃ人気だね。うん、でて僕ね実は読んでないんだけどね。ちょっとこれ読んだ方がいいような気がするな。昨日何食べた、20巻の時は、初動6万、あ、でも初動めっちゃ上がってんじゃない、だって前だって初動6万部とかだよ。6万4千部とか。すごいね、一気に10万を超えてきたっていう感じなのかな。まあ、映画効果とかなんですかね。映画とドラマとかの効果なのか。すごいね、こんな売れるんだ。シリーズ累計840万部だって、マジ人気だね。料理漫画というところで。月刊連載なんだ。モーニングでやってるというところで、今回第1位ということで、唯一の、10万部超えというところでね、1位獲得でございます。おめでとうございます。はい。という感じで、今回の週刊漫画売れランキング5月第4週目のね、単価別の漫画売れランキングトップ30の紹介は以上となります。この先、ありがとうございました。ぜひ皆さん、今回の感想とかね、皆さん読んでる中でのおすすめとかあったらぜひ、ね、またコメントいただけますと嬉しいですし、まあ、今回ね、もう昨日何食べたか唯一の10万部超えで1位というところで、俺正直ちょっと予想外でこんな売れてるのね、ちょっとマジ読まないといけないなこれね。はい、で推しの子はやばいっすね。まあ1巻とかってか売り上げをね、前回のさらに上回ってくるのもあって、
まあ、3万部台というか2万部ね、毎週売れれば十分な推移かなと思うんですけど、もう3万部超えてくる1巻とかね、やばいなと思ってますけど、はい、まだ売り上げ伸びる余地もあるかなっていうぐらい、うん、まあでもこっからさすがにこれ以上上がるのはね、ちょっとまあかなりハードル上がってくるかなと思いますけどね、もう間違いなく爆売れというところでね、もうシュウエイさんの受案もついに完全に間に合ったかなと思いますんで、まああとはね、いかにね、いろんな方にアニメ見ていただくか。うん、で、やっぱまあ、ちょっと意外とね、1話の90分で、やっぱそこのなんか、やっぱ映画見るみたいな、結構そこハードルがあるんだな、確か思ってね。うん、ぜひ見てくれ。もう、絶対損はさせないと。言えるぐらいの本当1話だったんで。もう感動したね。もうすごかったね、本当に。もう1話もボロボロに泣いたんだけど。また6、7話がすげえんでね、途中で足踏みしてる人を見ましょう。もうハマると思う。っていうね。やっぱすげえ作品です。なかなか攻めたとこもあるんだけどね。まあリアリティも出しつつ、うん、本当に面白い。めちゃくちゃ胸を打たれる。本当にアニメに関してはね、作画もそうだし、演出も声優さんの演技とかもう全部がもう最強に噛み合ってるというところで、まあ、原作もめちゃくちゃ面白いからこそやっぱね、漫画もこんだけ売れてるわけなんですけど、まあ、本当、まあアニメいい人がもちろん来ると思うんですけど、まあ一見11話ということで残り4話か、もう全力で楽しんでいきたいと思いますね。絶対読んない人、皆さん読んでください。アニメ見ましょう。もう、漫画読んだ上でアニメ見てもめちゃくちゃ面白いです。はい。ということでね、今回の週刊漫画売り上げランキング以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。